ランバージャックの生態勝手に割引してみた。よくないよくないよくない。ちょっと企画の感覚おかしくなってるかもしれないですけど。うわこれはとんでもないよ。割引シール貼っちゃったんですけど店内の生態。はいどうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが80GT さんです。みひまる、はい、惜しい。いや違う、俺は80。惜しいな。惜しくないって。え、ヘイ DJ の方ですか。違うんですよ、みひまるの方。あ、一緒に伝説作ってくる。伝説でダン撮ってます。いや、こするな。伝説でダン撮ってます。伝説あったかいってバレてないから言わないでください。ちょっとね、風が強くて、いてつく寒さで、あれなんですけども、ランバージャックに来ております。お、はい、あ、こちらですね。いや、ここは違う違う、はい、これ白いカメラが、はい、世界のコンチのランバージャック、はい、大きな看板。ランバージャックさん、久しぶりに来てまして、はい、っていうのも、まあ、今自粛中で、まあ、委託の生態を持って来させてもらったんですけど、はい、で、その流れでちょっとだけ、一本だけ撮ろうかなっていうので、はいはい、ちょっとあんま良くないんですけど。あんまり良くない。はい、題して、はい、ランバージャックの生態勝手に割引してみた。良くない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 って。はい、ちょっと久しぶりなんでランバージャックに来るのが、はいはいはい、ちょっと企画の感覚おかしくなってるかもしれないですけど。そういう攻撃的、はい、攻撃的なことしないでしょ。まあランバージャックで、はい、まあ、やっぱ関東最大級と言われる昆虫ショップなんですよ、はい、そこの、まあ、クワガタカブトムシもたくさん今いていますね、その中に、まあ、さっきもちょろっと言ったんですけど、うん、僕の委託が置いてあるんですよ、はいはい、そこの、まあ、委託の生態を、うん、今日割引しようかな。あ、なるほど、はい、割引シールを貼っていこうかな。おー、よかったよかった、はい、大丈夫です、はい、なんとなくまだ人間なんで僕。そうかそうか、はい、帰ろうと思ったから俺。いや、なんでそんな危ないの。足はできない。あ、本当ですか。そんなに友情ないから、はい、そう、だから今日は委託持ってきて、ちょっとその流れで店内の動画ちょっとだけ撮らせてもらってもいいですかって言って、はい、今回してる感じなんで、はい、僕がシール貼ることは。なるほど、はい、把握してないはずなんで。びっくりするんじゃない、はい、多分びっくりすると思います、うん、だから店内を見てる感じで回って、はい、最終的にその委託の場所行って、はい、ベタ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 シール貼っていくんで。グーみたいなやつ。いやいやいや、こうって言わないんで最後。一応ね、こうやって僕ちょっと買ったんですよ。はいはいはい。ちょっとね、1割シールしかなくて。ああ、そう、1割引き。なるほど。だからこれをまあ2枚つけたりとかになるのかな。あ、なるほど、そしたら2割引き、はい、まあ一旦1割引きシールを貼る感じでいいかな。はい、とりあえずいいですね。はい、で、まあ店長に、うん、まあ価格表示書いてくれてるんで、うん、店長が手書きでね、はい、価格の変更になるんで、うん、最終的には店長にちょっとごめんなさい、値札のやつ割引シール貼っちゃいましたみたいな感じで、はい、言ってどんなリアクションするのか。そ、あ、まだその自分のに貼ったと言わずにね、はい、おお、すごっ。最終的に、あ、ごめんなさい、委託なやつなんですけど、でだから、え、なんてことしてくれてんのってなって、ムッとした顔から落ち着く、はい、そう、あ、そういうことね、あー、いいね、いろんな表情見れる。みもり君、面白いことやるじゃないみたいな。言うから、これからもよろしくね、みたいな感じになると思うんで。理想すぎるけどね、はい、それは。でそこら辺もちょっと注目しつつ、はい、やっていきましょうか。お願いします、はい、委託の動画と違って貼ったその日からもう割引されてるんで、なるほど、もしかしたらもう売れちゃったやつとかも出てくるかもしれないですけど、はい、はい、よかったら遊びに来てください。お願いします、はい、じゃあちょっと行きましょうか。うわ、アルコールをね。そうですね、はい、軽く店内回っていきましょう。そうですね。あ、すごいですね。いつもはアイからするのほんとしれっと。確かに。まあ、そのまま店内回らしてもらうって言ってるんで、一応事前には。はいはい。まあでも備品とかも実際たくさんあるんで、はい、その普段昆虫ショップの再生リストとかあるんで、詳しくはそこでよかったらなんとなく見てください。はいはい。あ、店内、すいません。いや、やらんでいいって、それ。回るぞ、そういう回るやつ。すいません。そんなお気に入りするな、はい。ちょっとまあ、店内を紹介してる雰囲気は出さないといけない。ああ、なるほど。はい、カモフラージュでね、はい、ここの絵は。わ、すごいですね。ああ、もう売り切れてる。Nマット売り切れ。はい。最近、ツイッターで見かけたんですけど、はい、すごい、なんか新しいケースみたいな。新しいケース、はい。はい。ここができて。はい、あ、あったあった。そうそう、これでしょ。はい、 B ボックスって、うん、これ気になってんだよね、俺も。そう、形いいっすよね、うん、真四角の感じ、うんうんうん、まあ、これがもうしっかりと頑丈になって、はい、ヘラクレスとかも出ていきづらいんで、うん、で、ここ上取り外し可能なんですけど、薄いコバエが侵入しづらいメッシュ素材のやつになって、いいですね。
そう、見栄えもね、いいんですよね。うん、そう、でもすごい透明、クリアな感じで、うん、これなんか結構いいんですよね。今の言われて買いたくなった俺も。まあそもそもこれ買いたくなっちゃうもんな、普通に。そうそうそう、そう、これいいなと思って。サイズ的にその中ケースってショーケースか、うんうんうん、ショーケースぐらい感じのやつ。まあでも備品も今豊富なんで、はいはい、ぜひその備品とか買いにもよかったら時間あるとき来てください。はい、うん、これも今完全に店内紹介してくれてると。そうだね、安心してます。安心してるんで、はい、とりあえずこんなこんぐらいかな。これをね貼っていくと。はい、ちょっと話違うな。すいません、本当の商品や。すいません、こっちでしょ、はい、あなたの委託は。こうかな。いや、びっくりしちゃうけどね。結構意外とでかいな。ちょっと見えた方がいいもんね。そうですね、ここで、ね、ペアがちょっと触れちゃうけど、うん、虹色も今たくさんいるんでね。で、この時期やっぱもう春ですから、うん、春からやっぱクワガタカブトムシシーズンっていうのはもうプロ野球と同じ感覚なんで。あ、そうなんだ。はい、でもこれ悪いことですからね。悪いことだな。でも自分皆さんはこれシール持ってきて勝手に貼ったらダメですからね。そうですね、はい、それはまあやらんと思うけどな、さすがに。値段設定とかちゃんと書かれてるんで、うん、でもまあお惣菜屋でこういう行動してる人いたらな、やっぱ見るよね。なんかニュースありましたよ昔ね、うんうんうん、お惣菜コーナーで 50% オフかな、うん、多分タイムセールの、うんうん、50% オフのシール貼られた瞬間に、うん、そのシール剥がして、うん、新しい商品に 50% 貼るみたいな。あ、そう、やってる。なんかあったか、あったあったあった人がいて、それバレて、うん、お縄行きになった、うん、でも陳腐に並んじゃうよね、やっぱこういうの見ると。まあでもやっぱそうですね、まさか貼る側になると、うん、こういうの本当にしてこなかった。そっかね、バイトとかまあしないで。そう、僕土のプロだったんで。土、まあ土関係の仕事ね、はい、土関係の仕事だったんで。土のプロって、そう、だからこういうのなかったんで、はい、ちょっと手際悪いですけども、バンバン貼ります。うん、いや、でもほぼ1列なんですね、もう虹色。うん、意外と3列あったんですけど。あ、3列びっしりやったっけ。そうです、そうです。あ、じゃあすごい、たくさん売れてる。本当にありがたいです。うん、虹色ほんと飼育しやすくて綺麗なんで、はい、最初に始めるのはおすすめかもしれないですね、色虫好きな人。特に体も丈夫なんで。うん、あ、でも結構いるな。でも値段が違いますね、やっぱ。そう、サイズとか。ああ、なるほど。何ミリ台か何ミリとかいう感じでやってます、うんうんうん、一応なんとなくの相場でやってるんですけど。はい、うわ、これむずいな。こういう感じでいいか。ああ、いいかもしれないね。まああと一応ちゃんと言っておきますけど、悪いことじゃないですからね。一応なんか不安になってきたんで。僕の委託を貸してもらってるからできる特権かもしれないですね、この企画は。そうだね、もう店長は僕らを信頼してくれてるというか。そうだね、好きにやっていいよっていう、うん、オーナーがね、もう寛大なんで、そもそも。そもそもそうだね、ありがたいですよ、それが。サブチャンでフェネックも撮らせてもらって、うんうんうん、そんなね、あのサブチャンにフェネック出させてもらえるなんて思ってなかった、うん、で、なんかオーナーさんの息子さんがね、はいはいはい、我々の動画をね、見てくださったりして、はい、で僕の方のね、はい、チャンネルのコメント欄で、はいはい、なんか、みおりくんに伝えといてほしいんですけど、またゴキブリ触ってください。なんでだよ。でもやっぱ触らなあかん、それは。いやいやいや、こんなお世話になってるさ。ランバージャックさんの息子さんが言ってるから。確かにな、やだな。大学大学ももう1年以上会ってないですね。そうだね、ま、結構もうまた大きくなったんじゃないですか、うん、でも確かにあの子供の成長はやっぱね。そうですね、今もう3メートルぐらいになってると思う。いや、この金額の1割引きはめっちゃでかくない。確かに。あ、素晴らしい商品でね。素晴らしいですね、はい。今ね、イズルマジさんが通ったので、はい、危なかったです。バレてなかったです。うん。勘だけは鈍いらしいのでね。いやいや、そう。案内的はいいのに。そう、すごく。全てパーフェクトですよ。完璧ですけど、他。あー、嫌だな。何が。いや、本音がちょっと出ちゃいました。ヒマラヤコクはマジで、あー、そうマジで好きなんで。コクワガタ好きだもんな、アンゴリク。これでも安いと思ってるんですけど、まあね、しょうがないですけど、そういう企画ですから。まあね、やっぱり喜ぶでしょ。エロケももうじきね。うん。いやー、すげー。さあ、うわー、ボードか。ボードってどうなんだろう。俺、戻してもいいんですけどね、本当はね。元気かな、そもそも。大丈夫か。もし、なんか幼虫とか、この動画見てくださって、購入してくださった方は、こう、ぜひ、店内でチェックとかしてもらってください。はいはいはい。そうかね、様子が分かるんだもんね、それで。うん、まあ、生態もね、ぜひチェックしてもらって、一日一日変動する可能性あるんで、あ、す
ですか。ちょ、ケルブさんもうごめんなさい、持って帰ります。はい、こちら持って帰ります、はい、悪いことしてないかな。大丈夫ですよ、ね、大丈夫。無言で確かにずっと悪いことしてる感じになりますけど、吹き抜き、吹き抜きも、でもまあオスがいないとね、メスしかいないんでね、すでに持ってる人しかね。そうですね、ノコギリもいっか。わ、すごっ。だってただでさえさ結構リーズナブルな価格で。そうですね、330円ですかね。それが1割引き、これはすごい。いや、こういう作業も大変だね。いや、大変ですね、こう考えたら。ということで、はい、全部貼りました。そうですね、こいつを、はい、委託、これ覗きますっていう流れでちょっと店内撮らせてもらいましたので、ありがとうございます、はい、で、あとこれ委託のやつ、これちょっと戻していいですかっていうのと、はいはいはい、で、あとちょっとすみません、店内のあの生体値札割引シール貼っちゃいましたっていうのだけ、うんうんうん、さらっと言う感じで、あ、いいね、いきますね、いきましょうか。いや、どうなんだ、下手したもう殴られるかもしれないですよ、ね、そうだな、出来みたいなのあるかもしれない。そうですね、覚悟してな。覚悟してます。はい、いらっしゃいました、店長さんですね。はい、はい、山口店長です。あ、今大丈夫ですか。あ、はい、すいません、モンストしました。いや、わかんない多分してないよ、業務でしょ絶対。そうですね、すいません、ちょっと店内回らせてもらって、はい、で、ちょっと委託これ戻してもいいですか。ああ、わかりました。それだけ気になっちゃって。あとちょっと値札シール、割引シール貼っちゃったんですけど、店内の整体。割引、はい、はい。大丈夫ですか。あ、全然。え、あ、大丈夫ですか。あの、差額払っていただいてます。あ、なるほど、差額払ってくれる。あ、なるほど。ちゃんとしてるのか。あ、なんか常連だからとか言うわけじゃなく、差額は払えばってこと。はい、あ、なるほど、ね、全然問題ないですよ。はい、あ、ただ今回あの僕の委託のやつちょっと貼らせてもらったんで、ええ、はい、安心してください。僕も差額は払わずで大丈夫ですよね。それはでもそれも一応差額は払っといた方がいいんじゃない。おかしいでしょ僕が決めてるんですからいや、なんか僕がドッキリかけられたみたいなびっくりした。店長がおかしいんだ。店長おかしいよ、はい、いや、店長がおかしいですよね貼られた時のリアクション全然普通だいやいやいや柔らかすぎるんで頭が価格払ってくれれば何回かはあったでしょ確かにね、結構いくんだろうなこんなやつがちょっと全部貼らしてもらったんですけど、委託のやつ全部、はい、ちょっと見てもらってもいいですか。あ、わかりました。あ、なんか全然違いました。思ってたのと絵が違った。全然違う無理だな、やり手すぎる、はい、ダメだ、あのスピードで出てくる、はい、払ってくれれば、いいですよ価格払ってくれればこう、ちょっと値段を変更してくれてます。でもどの道ね、お仕事を増やすことになります。そうですね、ちょっとこれ、まあ、本当にすみません、はい、すみません、これ全部もう1割引きっていう感じでなってるんですけど、はい、これに店長が文字書いたらその文字の関わりある人は滅ぶって言われてるんで、別ノートの、はい、ちょっと範囲広いバージョン、はい、これ店長ノートです。店長ノートです、はい、ですは使わないんだらしいです。店長、僕らのこと見えてます見えてないぐらいの動きしてますけど、スピードがね、突き放し方が、店長、表紙抜けしちゃったね、僕が逆にちょっと恥ずかしくて変なボケ入れてますよいや、いつもやってるけどな、はい、こんなこといやいやいや、そんなことないです。いつもの方がすごいですからよく言えるよ、よく言えるよ。値段をもう変更してくれて、ね、やってくださって、はい、割引もっとできればよかったんですけど、ちょっと1割シールしかないんで、いやいや、ね、はい、これでちょっと届きやすくなったんじゃないですかね。そうですよね、はい、来月の委託の時、はい、全く変わってなかったら面白いけど、いや本当にどうしようそれはそれでいやでもその場合は僕持って帰りますよ。あ、はい、僕が飼育動画にしない、はい、委託全部持って帰ってみたっていう動画は撮るかもしれないです。おナンバージャックにシールがあればまた話は別かもしれないです、ね、うん、どうですか、ナンバージャックはシールないですか、割引の。ありますよ。お、ある、お、すごい何かを感じて、あ、半額、あ、すごい、ありがとうございます。すごい、結構多いですね。確かに、な、何個か。え、マジで、せっかくならねないと思って言ってたよ、正直。まあそうだ2割どころか。まあでもそれで、3割と半額、それきっかけで飼育できるっていう方もいらっしゃるならね、うん、そうですね、やりたい種類がいて、まあそんなにベタベタ貼らないですけど。ああ、どうだ、店長的に半額シール貼るならどれですか。あ、
確かに黒虹色とかはいいかな。うん、おお。そういう時代でもなくなってますからね。そうしましょう。すいません、ちょっとまた見直すかもしれないですけど。なんと黒虹色が黒系の虹色ももう今結構いますしね。うわ、これはとんでもないよ。そうしましょう。解読だ。これ1割引き後ろに貼ってるけど半額ですね。はい、もう行くか。うおお。もう行っていいな。うわ、パープル。ちょっとデカ虹は保留でこのままで行きます。はい、あ、この辺も行きましょう。この太い系のオークはっていうやつ。すごいぞこれ。セプテンは、あ、じゃあ3割、セプテン3割にしましょうか。セプテン3割。はい、はい、デカ虹3割にしようかな。じゃあ、デカ虹にも。はい、そうしましょうか。おお、これでいきましょう。ちょっと4つ星も1匹だけ、ワンペアだけ3割にしてもいいですか。はい、うわー、これはすごい。そうしましょう。はい、これでいきましょうか。はい、めちゃくちゃいいね、これは。今年福袋とかもできなかったんでね。ナンバージャックで、はい、今年はできたらいいですね。今年というか、まあ来年になるけど、うん、動画できるだけ早めに上げますけど、うん、もうこれ撮ってる時にはこうなってる。そうだよね、もう今から始まってるからね。はい、そうですね。いやでもいいな、この、うん、まあ、なんかワクワクしますね、このシールって。そうですね、まあ、僕らお惣菜とかすごいいっぱい吸うから、うん、うんうんうん、うん、いっぱい食べるんで、ごめんなさい、吸うというか、はい、ごめんなさい、カービィなのバレたんですけど、はい、やっぱいっぱい食べるんで、はい、やっぱ見おーってなりますもんね、半額だってなる。3割でも嬉しいしな。そう、お惣菜で例えちゃうけど、うん、そう、半額だったら寿司行くだけど、うん、ちょっと、うんうんうん、今日はそれ買おうかなみたいな風になったりとか、うん、そういう感じで半額だったらこう虹色、今まで抵抗あったけどやってみようかなとか、うん、こう初めてやるからあれだけど、うん、半額なら一回やってみようっていうので、そこからハマってくれたりとかね、うんうんうん、あるかもしれないんで。そうだね、はい、でもお惣菜と違ってね、はい、鮮度は一緒だからね。まあまあそうですね、はいはい、これはすごいよ。確かに、まあ全然元気な子たちだと思うんで、うん、まあでも結構店長の仕事量を増やしちゃいましたね。そうですね。まあせっかくならちょっと店内見ます。はい大丈夫か、はい、そのシール持った男は。いやいや危ないけど、大丈夫って言われちゃったし、うん、そもそもそうか、差額払ってくれればって言われたんであ、できましたか。あ、できちゃいました。お、僕らがサムネ撮ってる間にできました、まあ、店内動画もそうですね、はい、てかまあぜひ遊びに来てください。はい、概要欄に載せてますんで、ランバージャックさん、はい、ランバージャックさんのツイッターは、はい、あ、でケルブスはちょっと持って帰らせていただきますと。はい、で、そうね、4匹は、はい、すいません、このシールありがとうございます。ありがとうございます。若さ、はい、もうほんと、はい、これ以上は、はい、これ以上なるともうナンバージャックの生態も張っちゃうんでいやいや、僕が大丈夫じゃん。ルール分かってたから、はい、アルダブライト貼っとく。はい、いや絶対貼らないですよだったら僕買いたいですだとしたら半額払うぐらいだったら絶対バカにならない金額だから大きいやつ、かわいいしねいやでも久しぶりになんかちょっと企画っぽいことできてよかったですね。そうですね、うん、もうこれ3月、例年だとどれぐらいの時期からこうお客さんがこうなんていうんですか、栄えるというか増え始めるんですか。やっぱ5月以降とかですか。増えてくるのはそうですね、はい、3月後半から4月に大体気温が上がってくると、まあ、はい、株同士動き出すから、はいはい、はい、やっぱそうですね、待っとこうか、うん、食べるのやっぱり、だ今年はでもみんな早いかな、割と在宅の人が多いせいか、はい、あ、まあそうですね、うん、趣味にちょっと、うん、とあとやっぱり、はい、多分家の冷暖房をきっちりやってるせいか、あ、うん、確かにそういうのちょっとあったかいみたいだから、確かに、うん、はい、普段より。確かに僕ん家も結構カブトムシが1月に羽化しだして、うん、とんでもない羽化ずれとかあるんですけど、そうだからまあこの時期から多分なんだろう、クワガタカブトムシの注目度もまた高まってくるんで、はい、はい、ぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、ということで結果的に、まあ、勝手に割引シールを貼ったら、なんやかんやあって僕の方が驚いたというはい、まあ、いつかまた店長を驚かせられるようにしますんで、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。質
問からです。平岡さんです。お願いします。お願いします。今日も見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速平岡さん質問の方お願いします。はい。本日質問2つです。2つ。ありがとうございます。1つ目。はい。三森さん。はい。結婚して子供ができたら、はい、クワカブ飼育を一緒にしたいと思いますか。おお。ありがとうございます。はい。これはプロポーズってことでいいんですか。いやいや違うよ。あ、違うの。結婚したいですじゃないの。あ、違うのか。さ、入ってない。PS はなかった。いやいや、まあまあまあ。ないから。そうか。結婚して子供ができたらクワカブ。どうなんですかね。正直わかんないです。ああ、はい。マジでどっちでもいいって感じです。厳しい。いや、違う違う。そう、むずい、むずいな。そう、どっちでもいい、嬉しいですね。その、うん、僕がクワカブ飼育趣味としてやらせてもらえ、まあもちろん結婚して子供ができたとして、うん、そのクワカブ飼育をさせてもらえるんだったら嬉しいし、うん、別にそのクワカブ飼育一緒にやらなくても、あ、はい、その見守ってくれるでも嬉しいし、はいはいはい、まあその一緒に作業してくれても嬉しいかなとは思うかな、はい、子供がね、うん、一緒に、そうですね、うん、やれたら嬉しいですね。まあ僕はね、どっちかっていうとクワカブもそうですけど、どっちかって言ったら野球一緒にやれたら嬉しいなと思ってるんで、子供は、まあ、キャッチボールとかね、そうなんですよ、したいもんな、はい、そう、なんとかね野球、うん、その無理に野球させるわけにはいかないんで、うんうんうん、なんとか野球にこう向かう、なんだろう、レールを敷くというか、まあ、ちょっとね、はい、ゆりかごの中にバット大量に入れたりとか、いやちょっとじゃないですかね、まあ、もうそれやりすぎやからなんかゴムボール置いとくとか、ね、いや絶対嫌になるで、はい、まあわかんないんでね、あれですけど、はい、そうだから、まあ、なんかでも一緒にこう運動とかしたいなとか、なんか一緒にしたいっていう気持ちはありますね、何か、そう、ね、それも別にクワカブ飼育じゃなくても、うん、その野球じゃなくても別にその例えば本当もうお絵描きとかそういうのでもいいし、はい、そうだからなんか一緒にやるっていう部分で言ったらしたいですね、はい、うん、ただクワカブ飼育もやりたいですけど、うん、どうなんだろうな、僕がその見守ってられるのかというかっていう部分はあるかもしれないです。すぐちょっといや、はい、これ違うよってなっちゃう、違うよってよりか危ないよっていう感じで、あ、はい、やっぱまあむずいですけどね、その嫌いになってほしくないが先行しすぎちゃって、あ、こうスマトラオオヒラタとかこう触ってる時危ないよって言っちゃう可能性もあるし、あ、そこはあるかもしれないですね。まあでもそうやろ、うん、危ないもんな。まあそうですね、危ないは危ないんで、危なくないタイプ、なんか虹色とかあ、でも全然、まあそのちゃんとこう要点さえ押さえとけば、はい、その、はい、顎の近く触んないとか、うん、もうすでに乗せないとか、はい、なんかそういうのさえ押さえとけば、まあ、全然楽しくお子さんでもできると思うんで、うん、うんうんうん、そこさえ抑えてれば大丈夫なんで、別にお子さんは危険とかそういうわけではないです、はいはい、トータルで言うと、まあ、そうだね、はい、だまあ一緒にはだから、まあ、なんだろう、全体的に言ったらやっぱ飼育は一緒に子供としてみたいっていう気持ちはあるかもしれないですね。まあね、まあ、子供できへんかな、うん、いやそんなことないっすよ、はい、今100人いるんで、うわっ、はい、いた、はい、各地にいる感じやこれ、はい、いやまあもう海外にもいばらまいてるやんいやいや言い方花粉みたいに言わないからさ花粉じゃないんだから俺、そう、花粉症だから俺、はい、まあ、すいませんはい、まあなんでしたいですね、そう、昆虫採集とかやっぱ父親と小さい頃行った時とかもやっぱそれやっぱなんだかんだ記憶にめっちゃ残ってるんで、てかなんなら好きになったきっかけってやっぱそこなんじゃないの、マジで思い出せないんですよね、もうなんだろう、もう物心ついたら好きだったものランキングの中の上位ですね、やっぱ生き物、あ、そうなんやな、やっぱすごいな、クワガタカブトムシに限らずですけど、まあ生き物全般ね、そうですね、うん、もう気づいたら草むらで虫取ってたしとか、あ、言ってたな、なんかじいちゃん家に行く理由も、うん、その高速道路の、うん、あのサービスエリア、はい、あの一箇所の部分だけミヤマクワガタが飛んでくるエリアがあるんですよ、すごい、そう、そことかもそこ行くためにじいちゃん家その当時は行ってたし、じいちゃんかわいそう、そう、いや今はねもう全然そんなことないんですけど、はいはい、そうだからそれも知ってたから、じいちゃんもじいちゃんでめちゃくちゃ優しくて、そのミヤマクワガタ僕が好きなの知ってるんで、はいはい、じいちゃん山仕事なんで、その山でミヤマクワガタとかたまに捕まえてくるんですよ、そうだから僕がそのあんまり帰れてない時、うん、まあソフトボールとかやってたんで小さい頃、はいはいはい、ソフトボールとかであんまり1年に今まで2回ぐらいお盆と正月帰ってたけど、うん、あのお盆だけになっちゃったとかいう時とかはなんかミヤマクワガタ
そのたくさん捕まえたから帰ってきなよみたいな感じとかで寄せるためにね、樹液みたいな感じに、そうそう、宮間クワガタが樹液になってたりとかあったんで、そうだから結構まあクワガタいつの間にか好きではありましたけど、やっぱ、うん、クワガタカブトムシ関連の思い出って結構消えずに残ってるんで、まあきっかけの部分、うん、消えてたけどな今、まあきっかけがね本当にその好きになったきっかけはマジで覚えてないですね。もう気づいたらですね、まあそんな感じね、うん、まあ図鑑とか見てなんでしょうね、うん、多分ね、まあそうだな、もう王様っていうイメージでしょうね、はいはいはい、だと思うんですけど、だからまあ一緒に子供とこう思い出作りみたいなのはしたいですね、うんうんうん、はい、ちょっとまあなんかいいですね、こう幸せな想像させてくれてありがとうございます。まあね、はい、あるかわからない未来の話を、はい、いやいや、まあまあわかんないですけど、はい、まあでも嬉しい質問でしたので、はい、一緒にブリドも頑張りましょう、はい、はい、そして最後です、最後、はい、ヘラクレス、オキシデンタリスはいないんですか。僕は飼育したことないですね。ああ、ゼロゼロです今まで、ね、オキシデンタリス、はい、まあ、よくね、見ますけどね、いるのは。あ、まあ、図鑑というかカレンダーか、まあ、カレンダーですね、多分撮影の壁際に虫舎のカレンダーでいるんで、そう、多分見てる気になってると思うんですけど、あれめっちゃ見てるから、そうですね、確かに僕が撮影の準備中ずっと見てますもんね、ずっと見てるこんな音源って、はい、これで日本に入ってきたやつどれなんとか言うもんな、13種ね、そう全部載ってるんで、そう、ヘラクレス13種載ってて、そうだから、オキシはね今んとこ買う機会はないかなって感じですかね。もう僕が小さい頃めちゃくちゃいたんですよ、オキシ。小さい頃って言っても、まあその僕宮崎なんで、そんなにそもそも昆虫ショップも、知らなかったし、うん、もうほんと展示会に来てたその1週間だけの世界というか、はい、って感じだったんであれですけど、その当時虫舎とか、はい、それこそまあそこら辺だから、僕がだから20年弱ぐらい前ですよ、うん、とかやっぱオキシとかが入ってきてるみたいなのは知ってたんで、はいはいはい、だからその時から比べたらやっぱめっちゃ減りましたね、オキシ。じゃあ価格帯的にもちょっと高くなってるの。どうなんですかね、飼育品だとそんなことはないんじゃないですか。あ、そもそもやっぱヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレス、リッキー、まあ、エクアトリアヌスとか亜種の中でもでかめで、そう、なんか突出したものがあるやつ、スマートででかいヘラクレスリッキーだったり、はいはいはい、太くてでかいヘラクレス、ヘラクレスだったり、はい、こう背中、まあ、うん、綺麗っていう部門の1位のエクアトリアンスだったりみたいな感じなんで、突出してるそこはないのかな、オキシデンタリスには。そういう印象ですね。なるほどな、うん、角が細いで、まあなんだろうな、背中も別にめちゃくちゃ、まあ、個体差はあるでしょうけど、うん、まあ、綺麗な個体ってなったら、まあエクアートの方がいるしっていうのあるかもしんない。 あとはまあシンプルに最近もショップで見ないんで、はいはい、うん、なんかねショップとかで見かけるんだったら、なんかその企画通してみたいなので購入したいなとは思うんですけど、うん、なるほど、そうヤフオクで探してみたいな感じではないかな今のところね、うん、はいはい、はい、だからまあでもいずれもしかしたら買う可能性もあるし、ブリードする可能性もあるんで、そうだね、そう、そこも含めてちょっと楽しみにしててほしいですね、はい、はい、なんで、一緒にブリードも頑張りましょう、はい、以上でした、はい、ありがとうございます。いや、いいですね、うん、いや、まさかね、子供ができた時の想像をこのチャンネルでさせていただけるなんて思ってなかったんで、うん、確かにちょっと絶好の機会ですね。あ、はい、絶好のね、そっちのね、はい、もう中友達辞めますじゃない。いやいや違います、ああ違いますよ、絶好期のね、はい、絶好、いや、まあまあ絶頂というか、ああ今絶頂ね、はい、絶頂ですね、結婚する前やそれ。いや、まあまあそうですけど、ああ、はい、まあ相手もいないんでね、まあ相手も探しながら、はい、はい、まあ未来の、まあ、大輔ジュニアと、はい、そんなあれアメリカンなって方の名前三森大輔ジュニアって名前にするの、はい、そうですねジュニアジュニアになりますね、キングリフィジュニアやだから、まあ、長男がジュニアなんで、ああ弟がジュニアジュニアで、あ、そういう付け方ない、はい、そうですね、うわきつ、はい、でぜひそれ、はい、こういう名前の付け方するんでね、女性の方は気をつけてください、ね、はい、いや、まあまあまあ、はい、なんでまあちょっと実現できるように僕も頑張っていきます、はい、はい、なんでね、まあ質問待ってますんで、はい、YouTube のコメント欄からお待ちしてます、はい、はい、そんな感じで今回の動画も長々とご視聴いただきありがとうございました。